いや、吉谷さん、外注化してね、すごいですね。いや、そうでなくちゃ吉谷さんじゃないですよね。100万本ですか。まあでも100万本作る前に、もう億万長者になってるでしょうね、吉谷さんもね。でも100万本は行ってみてほしいなと思います。その人類の中で、一般ユーザーの中で、100万をね、やってのける人、こういうのがね、たまにでもいいと思いますし、100万行くぞって最初に決めると、一人じゃ無理っていうことになりますから、どういうふうにしようかな、外注しようかなっていうふうに発想は膨らみますよね。そこなんですよ、多くの方が足りないのは。なんかね、精神力が弱いというか、本当にこう一本筋が通ってないというかね、なんか挫折が早いんですよ。これね、本当に叱責するというか、ね、鼓舞する意味で言いますけども、みんな挫折が早い。とにかく諦めるのが得意というかね、自分の望んだ人生に向かっているのに、それを放棄して望まない人生の方を受け入れてしまうんですよね。何なんですかね、自分の求めてる人生って毎日が忙しいことですかね。毎日が楽しくって誰かの役に立てることが幸せで、そしてね、時間的な余裕があって金銭的にも余裕があってですね、支払いは全て俺に任しとけみたいなね、ちょっと自分は多めに払うとかね、ねぎらずに何でも買うことによって販売者を尊重することができるとか、そういう世界にやっぱりね、多くの方が行きたいんじゃないかなと思うんですよ。これ行きますからね。逆に言うと、稼いだりお金をたくさんね、贅沢に使う人が減れば減るほど世の中デフレになるんですよ。だからデフレは誰が作ってるのかっていうことなんですけども、まあ、政府のね、政策もあるんでしょうけども、結局国民がデフレに付き合ってるんですよね。やっぱりドーンと使えばいいわけですよ。ドーンとね、お食事行って5000、1万とか日々使うと、そうすれば飲食店助かるじゃないですか。で、同じ店に行ったら常連になれるわけですよ。そしたらお店の方から見ても、あの常連さんいつも気前いいよねってなるわけですよ。まあ、実は私ね、昨日ね、退職協にね、鮎を食べに行ったんですよ。7500円分食べました。これ贅沢を自慢してるわけじゃないんですよ。ただ7500円使うことによってお店の人がね、どういう反応したか、今日はいっぱい使ってくれてありがとうございますみたいな感じなんですよね。こういう時期ですからお客さん少ないんですよ。客単価上げるしかないんですよね。で、私は客単価を、上げたって言ったら偉そうなんですけども、少しでもこの店が儲かって次来る時にも続いてますようにっていう願いを込めて、無理やり食べたわけじゃないですけどね、やっぱりこう値段にこうえり好みせずに自分の望むものを食べていった、お願いしたという形で7500円になったんですけども、結局たくさん稼いでたくさん使うって人が増えれば増えるほどデフレはなくなって問題が起きなくなってくるんですよ。で、これは、非常に難しい問題だと思いますよ。それは思います、本当に。お前はどうなんだよって言われたら、私はね、借金が3000万を超えてもまだ贅沢なことをしてました自分から経済止めてたまるかって気持ちがあったんですよね。まあ自暴自棄ですよね、その時は。借金して金使ってもしょうがないですからね。それは良くなかったと思いますけども、稼いで使うってことをしていれば、経済私の周りは回るわけですよ。私が行くところ喜ばれるわけですよ。あ、久保さん来たみたいな、今日はいくら使ってくれるのかなみたいな感じになるわけですよね。いっぱい使ってほしいから接客も丁寧になる、仲も良くなる、何も悪いことないですよね。でも値切り客に対してお店側が丁寧にするのっていうのは限界が出てくるんですよね。値切って嫌味を言って、まあここの店もなんか味落ちたよねみたいな感じでね、すぐに他に行きそうな人にはお店としてもね、サービスをね、提供しかねるわけですよね。限界なんですよ。だからそうではなくて、足の引っ張り合いっていうのは価格の下げ合いってこともあるんですよ。お客さんが安いところに行くって言っちゃえば価格の下げ合いになるわけで、過度競争になるわけですよ。でもそうではなくて、高くてもあなたの店が気に入ってるから行くねとかね、自分は高いお金が払いたいんだ、だから同じ、こっちが4000円、こっちが4500円だったら4500円の方が選ばずねみたいなね、ふうに一人ずつ個人的に豊かになっていくっていうことでデフレを脱却する方法もあると思うんですよ。だからデフレ不況っていうのは、デフレにした政府が悪いっていうふうに言う方法もあるんですよ。でも自分がお金使ってないからデフレなんだとかね、自分が高い商品を売ってないからデフレなんだっていうふうに考えて、自分がお金使う時もまとまった金額、自分がセールスをして商品売る時でも結構ね、大きな金額に絞っていくってことにする。で、そういう方がどんどん増えていくと、まあ少額のものも必要なんですけどね、概念としてそういうふうな高額のものを売る人が増えていくと、世の中はデフレから脱却できるんじゃないかなと思うんですよ。お互いに
高い利益のものを販売し合えばいいのかなっていうところですよね。お互い薄い利益のもので販売し合って値踏みし合って競争し合うから、勝った方も苦しいになっちゃうんですよね。店舗同士の戦いって結局どっちかが潰れるわけなんですよ。で、生き残った方がじゃあこっちの売り上げ吸収するかっていったらそうではないんですよね。ですから生き残っても辛いんですよ。生き残ったらさらにですね、潰れた店を指さして、あっちのお店はこのぐらいの金額だったのにって脅してくるわけですよ、お客さんはね。そういうこともありますんでね、まあいろいろと経済面白いなと思いますけどね。はい、吉谷さんの戦略すごいですね。やっぱね、外注するか、すごいと思いますよ、そういう発想ってのは。やっぱりね、吉谷さんじゃなければそういうふうな発想は思いつかないし、発想を動画で喋ってもね、これが自分の YouTube の秘密なんだって喋っても問題ないのは、どうせ聞いても誰もやんないんですよね、吉谷さんね。だからみんなどうしたんですかってことなんですよ。全然精神力もないし、全然実行力もないし、他にどんなことにエネルギー使ってるのかなと思っちゃうぐらいですよね。まあ飲んだくれって言ったら私が言えたきりではないんですけどもね。まあでも本当、自分の人生を買い取るために舵を切ってもいいんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。いってらっしゃい。